ごきげんようタコボンドです。今回ね、This is Guys というサバイバルゲームをやっていこうと思います。これどんなゲームかというと、建築もできるし、この砂漠の世界で旅しながらサバイバルしていくような感じのゲームで、まあ海サバイバルのラフトっていうゲームがあるんだけど、その真逆なんだよね。もうゲーム性は一緒で、もうその真逆の世界でサバイバルするゲームなんで、早速やっていこう。始まった。砂漠の世界だ。どうして突然この砂漠のど真ん中に僕が現れた？まあそれは置いといてね、やっていこう。お、気球だね。多分これがラフトでいうイカダ的な存在かな。あ、動かすにはでも木とかなんか燃料が必要だね。まあとりあえずまずはね、ここら辺探索していこう。骨だよ。いや僕もなんとか生き抜かないと骨になっちゃう。あ、待って、宝箱あるぞ。お、木だ。やった、欲しかったやつだ。これは？お、なんか拾ったね。まあ、とりあえず拾えるものはね、拾っておこう。一年後の僕かな？ちょっと待って。過酷だぞ、この世界。骨だらけだな、もう。ここにも骨。とにかく、生き抜くために必要なものを拾っておきたいけど、どれが拾えるんだ、これ。結構こういうの使えそうだけどね、拾えないか。おお、サトシが倒れてる。いや、なんで名前知ってんの？あ、ごめんなさい。待って、これでアイテム開いて、これなんだ？なんか拾ったね。おお、あ、建築できるのかな、これ。やばい、なんか水分ゲージがなくなってきたね。あ、待って、これか。お、回復したー。こういう水分とかも落ちてるんだね。ちょっと待って、意外と拾えてなかったのがあったね。よし、とりあえず揃ったかな。おお、動いた。やってきたぞー。ああ、やばい、危険。俺んちが。大丈夫か？よかった。戻ってくるんだね。おお。それじゃあ、砂漠の世界で、旅していくかー。うわ、世界広いなー。完全にもう、ラフトの真逆のゲームだね。いや、何もないぞ、でも。お、なんか向こう見えてきたけど。なんかでもあるかなあ、でも、建物らしきものが見えるぞ。町か？おー、町とかもあるんだね。だいぶ近づいてきたね。何か素材ありそうだな。取ってくぞ。おー。よし。このレバーを下ろせば降りれるかな。お、来た来た。やばいぞ、ぶつかるぞ。大丈夫か？壊れないでね、頼むから。大丈夫だったか。よし。おー、ここ素材取りまくりじゃない？木材めちゃくちゃあるじゃん。じゃあこっちから見ていくか、一軒一軒。お、教会的なところかな？特にアイテムはないか。拾えるアイテムは。お、演奏できるね。いや、一人で寂しいな、これ。いい天気だな。ちょっとこれ、喉がカラカラになっちゃうよ、早く。食材とかなんか見つけないと。何もないね。あ、なんか拾ったぞ。よしよし、とにかく、アイテムを拾うまくろう。まあ多分時間との勝負になるからね。お、あ、引き出しになんかあったってわけね。
よーし。やばい。お腹ゲージが。缶詰あったね。缶詰食べとこう。おいしい。ちょっと回復した。他になんか落ちてないかな。この世界、人間僕だけかな。何もいないぞ。生き物とかも。ここは？お、木にロープ、石。待って、金庫ある。何この金庫。お、お金かな。まあでもお金あっても意味ないよね。この世界じゃただの紙切れだろうし。何もないね。こっちは？おー、普通に住みたいな。ここで自給自足生活できるんじゃないかな。いろいろやってけば。ここら辺はでも拾えないね。ま、入ってみよう。お！なんかいろいろあるぞ。お これはなんだ？ストーンアックス。お、斧かな？石の斧作ってるのかな？これ、もしかして。お、拾った？おー、完成した！石の斧。やった！新しい武器だ！これで木とか切れるんじゃないかな？これは？樽とかは無理か。でも結構使えそうなものあるんだけど、拾えないゴミだらけだな。ラフトの世界だったらね、ゴミとか、どんどん拾ってたんだけどね。こういうの使えそうなんだけどね。ちょっとやってみるか。サボテンは叩けないね。こっちは？お、なんか素材取れる。お、取り切ったかな、サボテン。木とかはどうだ？お、取れるよ。やった。木材大量ゲット。いいね、いいね。これで建築とかもいろいろできそうだね。よし、どんどん素材集めてこう。さあ、こっちの家はどうだ？ロープ。わ、なんだここ。牢屋って感じかな。こういうベッドとか欲しいな、でも普通に。ここは？おぉ、バーみたいな感じだね。トランプとかあるよ。まあ、人がいた形跡はあるんだね、でも。やばいな、なんか、お腹空いてきて喉も渇いてきたよ。ダメージ食らってる。なんか飲み物、ないか。食料はあるけど、飲み物が欲しいんだけど、ないか。ないぞ。ファンタが飲みたいな、今。頼む、ファンタ。ないよ、ファンタが。これか？あった、飲み物。よし、なんだか。うわ、生き返る。食料も食べとこっか。よし、二つ。ふぅ、回復したね。いや、でもね、このね、砂漠生活、すぐ喉が渇くからね、予備が欲しいな。予備の飲み物。なんか瓶は結構あるんだけどね。拾えないね、でも。お、駅かな、ここは。駅、何かあるかな。お、やった、水だね、今の。よしよし、いろいろ拾っとこう。よし、しっかり取ってね。なんか脱線してるよ。列車が、何か素材はないのか。いやー、この世界でも何が起こったんだろう。人が全くいないし、街が荒れてるんだけど、なんだ？おお、なんだなんだ、あっちで。化け物だ。突然なんだ、これ。やばい。登ってくれないよね、ここ。斧で倒せるかな。どうだ、ここ当たらないか。
ちょっと待って。なんか食らったら死にそうだな。どうしよう。とりあえず降りるか。うわ、骨だ。こうなっちゃうのか。もしかして食われちゃう。逃げよう。よし、閉めよう閉めよう。大丈夫か、こっちも閉めよう。これならこれならやぜ。おー、怖い怖い。めり込んできてる。とりあえず逃げよう。気球に戻って逃げよう。どんだけ追いかけてくるんだよ。よし、乗りたい。やばい、乗りなかった。おつけ、よいよ。ここをほい。いいよいいよ、今ので差がついたと思ったら全然差がついてないな。行くか、今度こそ。こう乗ってこう乗ればバイバイ。よっしゃー、危なかった。なんとか逃げ切った。こういう化け物とかもいるんだね。いつまでついてくるんだ。あ、消えた。よかったー。これでのんびり旅できるね。お、ここで建築できるかな。これで、お、幅広げれる。ラフトみたいに。なるほど、こういうことか。素材足りないね、でも。おー、でもこれ、城作りたいなー。空飛ぶ城、作れるんじゃない？他には？作業台とか。ま、いろいろ作れそうだね。今、こっち側方向進んでるけど、気球の向きとか変えられないかな？あ、やばい、これ下ろしちゃったね。もう一回、とりあえず、素材だね、まずは。とにかく素材。もうちょっと広げていきたいからね。よし、木材も拾っとこう。雇っとこう。急げ急げ。よし、よし。なぜいる？え？あの町で撒いたはずなのになぜいる？もしかしてサメみたいに永遠についてくる感じか。そういうことか。待て、町あるじゃん、そこ。ちっちゃいけど。ちょっと、あそこで素材集めたいな。いや、でもあの化け物ずっとついてくるんだね。斧じゃ倒せないし、なんか剣とか作りたいよね。よし、とりあえず閉めとけば大丈夫。お、おいよいよ。それから、ま、こんなもんか。お、処刑されてるよ、骨さん。なんだこの世界。この世界の歴史が知りたいな、もう。拾えるアイテムはあったあった。いや、待って、なんか左上に、バケモンゲージ出てるよ。あ、消えたね、でも。なんだ、今の音、声。うわ、バケモン現れた。待って、一回落ち着いて、木材取っとこう。いや、危ない、今。刺さりそうだったね、今。あいつの爪が。ちょっと、隠れとこう。よし、大丈夫か。これなら、入ってこれないよね。おお、お怖いからそういうのやめてよ。まあ、とりあえずね、今回はこの辺で終わりたいと思います。見てくれてありがとう。まあ、新しいサバイバルね、始まったけど、なんとか生き抜いてね。あの化け物を友達にしてみせたいと思います。顔とか飾りたいよね。倒して。いや、そういうことできるかわからないけどね。
それではね、また次回も楽しみに待ってましょう。それでは、チャンネル登録、グッド、バイバイバイ。